万円元年のフットボールは、大江健三郎の長編小説。群像1967年1月号から7月号に、かけて連載され、同年9月に講談社から刊行された。現在は、講談社文芸文庫から刊行されている。第3回、谷崎淳一郎賞受賞作品。英語の専任講師の根所光三三郎と、妻。 夏美子の間に生まれた子供には頭蓋に重篤な、障害があり養育施設に預けられている。三三郎のたった一人の親しかった友人は、異常な姿で医師した。三三郎と夏美子の関係は冷め切り、夏美子はウイスキーに溺れている。三三郎の弟たかしは1960年の安保闘争の学生運動に参加していたが転校し、渡米、放浪して帰国する。 アメリカで故郷の蔵屋敷を買い取りたいという、スーパーマーケット経営者の朝鮮人に出会い、その取引を先に進めるためである。三三郎夫婦は、高志に、生活を新しくするきっかけにしてはどうか、と提案され、高志と高志を信奉する年焼の星を、桃子と共に、郷里の森の谷間の村に帰居する。蔵屋敷は庄屋であった、祖,祖父が建造したものである。 祖祖父の弟は100年前の万円元年の一期の指導者であった。祖祖父の弟の一期後の身の上については兄弟で見解が違う。高氏の考えでは騒動を収束させるために保身を図る祖祖父によって殺されたとされ、三三三郎の考えでは祖祖父の手を借りて逃亡したことになっている。高氏は祖祖父の弟を英雄視している。故郷の実家には 父母は、すでになく、戦後かれんから帰ってきた兄弟の兄、S 兄さんは、戦後の混乱で生じた、朝鮮人部落の襲撃で命を落としている。兄弟の妹は、知的障害があり、父母の死後に、叔父の家にもらわれて行ったが、そこで自殺した。倉屋敷は、古作人の退職病の女人夫婦が管理している。S 兄さんの最後についての見方も、兄弟で食い違う。 当時幼児だった高氏は、朝鮮人部落襲撃時の S23 の英雄的な姿を記憶しているが、三つ三郎は、S23 は、騒動の朝廷の死者数の長尻合わせのため、日本人の側から引き渡されて殺された哀れな犠牲のヤギであったと指摘する。谷間の村は、スーパーマーケットの強力な影響下にあった。個人商店は行き詰まり、 スーパーマーケットに借金を負っている。スーパーマーケットの資本で村の青年たちは養鶏場を経営していたが、冬の寒さで鶏が全滅する。その事故作を相談されたことから高氏は青年たちに信頼され始め、高氏は青年たちを訓練指導するためのフットボールチームを結成する。妻の夏美子は体営的になって一人閉じこもる三つ三郎から離れ、 開活に活動する高志らフットボールチームと活動を共にするようになる。高しはチームに蔓、ま、延元年の一期の様子などを伝え、チームに暴力的なムードが高まっていく。正月前後に大雪が降り、谷間の村の通信や交通が途絶されると、チームを中心にして、村全体によるスーパーマーケットの略奪が起きる。 この暴動は伝承の御霊信仰の念仏踊りに、鼓舞された祝祭的なものであった。高氏は、夏美子と公然と勘誘するようになったが、村の娘を、強姦殺人したことから青年たちの信歩を、完全に失い、領銃で頭を打ち抜いて自殺する。自殺の直前、高氏は三三郎に、本当のことを言かと過去に自殺した、知的障害のあった妹を言いくるめて、 近親相関していたことを告白する。高氏の破滅的な暴力の傾向は、自己処罰の感情から来ていた。雪が止み交通が復活した村にスーパーマーケットの天皇が、蔵屋敷の移設解体のために現れる。スーパーマーケットの略奪は不問に付される。蔵屋敷の下に、地下層が発見され、祖,祖父の弟は逃亡したのではなく、 地下で、自己遊兵して、明治諸島の第二の一揆を敷き、成功させ、その後も自由民権の流れを見守ったことが、判明する。夫婦は和解する。養護施設から子供を引き取り、夏美子が受胎している高市の子供を産み育てることを、決意する。三つ三郎は、オファーのあったアフリカでの通訳の仕事を引き受けることに、する。前作、個人的な体験から、 本作の連載開始までに3年弱のブランクがある。学生作家として華々しくデビューして以来多忙を極めた作者にとって初の長すぎると言っていい執筆準備ないしは執筆中断期間である。長編執筆の構想を立ててから幾種もの倉庫を書き出しては書きあぐねていた。編集者との話し合いで文芸誌に連載することで渋滞、期待していた。 執筆の勢いをつけることにした。作者は、これまでの作品の変年体の語りに限界を感じていた。そこで本作品では、小説の縦の展開としては、短い範囲を刻み、そこに、幾種もの時間の系列を導入する書き方をした。本作以後の作者の長編の書き方の基本型を成す、ことになった。この小説の書き方はフォークナーなどから学んでいる。 作者のことによると、本作の人物造形は次のように構想された。行動する奴と、それを見守っているやつ、そのように、自分を二つに分けた。実際にデモに行くという行動に出る、そこで傷つく人物と、もう一人、いつも考えているだけで行動しない人物、彼は鬱屈して、家で本を読んでいるのだけれども、しかしやはり傷を負っている。 そのような片割れということを考えて、二人組、寝所三つ三郎と隆史という兄弟を作り出した、これは本作にとどまらず、その後の作品の原型になっている。本作の主人公は、一番単純に考えれば、語り手である三つ三郎、あるいは彼のピカレスクロマンが語られるという意味では、隆史と考えられるが、作品発表時の秋山春のインタビューでは、 それを問われた作者は、祖,祖父の弟こそが主人公であると述べている。主人公は祖、祖父の弟でしょう。結局、高が自殺したところで大したことではないのです。彼らが何とか努力して一瞬なりと、祖,祖父帝の面影を現代読者の目に触れさせれば、小説の目的は果たされるのであって、そういうことなのですよ。祖,祖父の弟が恥を忍んで生き残って、 地下室にいたということが出てくることで、小説は完成されるわけです。本作品には、様々な、複雑なメタファー、シンボルが含まれているが、作者は単純な、そしてそれゆえに力強い意味作用を持つアレゴリーを、一つ導入している。主役に、兄弟の性は、寝所であるが、それは、沖縄のそれぞれの集落における最終的、政治的な中心をなす。 場所粘土クルーに漢字を当てたものであった。作中の屋敷がその森の中の土地の粘土クルーであることが偶話的に示されている。小説家、大岡翔平は連載していた朝日新聞の文芸辞表で安保体験は現代青年の一部にとって切実でありながら文学的継承に結晶しにくい不毛な主題なのであるが、大江氏はそれを土俗的雰囲気と 歴史的展望のもとに置くことによって、新しい電気小説、現代神話を創造することに成功したのである。死の作家生活の一つのピークを形作る作品と思われると述べた。批評家、江藤厚は、大江との対談で、三つ三郎などの名前が不自然だと激しく論難し、これが大江と江藤の決裂と、江藤の死にまで至る対立をもたらした。 この対談について、江藤厚史と、大江健三郎という表伝を書いた、比較文学者、小屋の厚史は、同書でこの議論に触れて、江藤は、主人公の根所三三三郎、高志の兄弟の名前が変だということばかり言っているが、日常生活の冒険の主人公が、最目聖吉であるように、もともと大江が、作中人物につける名前は変であり、 また名前が変だからとして、作品の全否定に至るのもおかしいとして、江藤が万円元年のフットボールを否定した理由は、対談を読んでもよくわからないとしている。小屋野は、すでにこの頃江藤は、スーパーマーケットの天皇と、天皇を揶揄されるだけで、拒絶反応を起こすようになっていたのではないか、と推測している。批評家、哲学者、唐谷勇気とは、 大江健三郎のアレゴリーという批評を書いた。その内容は以下の通りである。大挨拶において、万延元年のフットボールが固有名を書いているのは、それは大江が特殊性が一般性を象徴するという近代文学の思考の装置を知り添けて、単独性を重視し、超歴史的な構造に還元し得ない固有の時空間を描こうとするからである。 という逆説的な指摘がなされる。第2説において、蔓、ま、延元年のフットボールは、大愛説で指摘したアレゴリー的な枠組みによって、1960年の安保闘争に集約されて現れた、幕末以来の政治的、思想的ダイナミクスの相対、分裂死亡力もはらむ、寝所を捉えた、唯一の作品であるとした。にはまた、大江との直接対話の際、 上記と絡む発言をしている。彼方には、蔓延元年のフットボールは、蔓延以来の日本の近代のある、種の総決算であるとして、小説家がそれ以降にやっていくことは、非常に難しいものだったとする。そして大江以降の代表的な作家として、中上健二と村上春樹の二人の名前を挙げて、彼らが、蔓延元年のフットボールの影響権で、 そこから何か別の形でやろうと模索したことを指摘し、また、大江自身も、懐かしい年への手紙で、ん延元年のフットボールに改めて触れたことも、指摘して、本作は、日本の文学上の一つの分水嶺をなすことは、明らかだとした。批評家、浅田明は、浅田明、唐谷幸と、はすみ彦三浦正史による、討議 昭和批評の諸問題1965-1989において日本の現代思想についての討議の事前のサマリーで吉本隆明が1968年に主張共同幻想論において言った共同体の真相のパターンを探り出そうとする試みは1970年代に人類学の知見で終焉的な文化の真相にあるパターンを再発見し 中心を再活性化しようとする山口正夫の中心と終焉理論の発想と遠いものではないと整理した。その上で小説にまで視野を広げればそうしたテーマのほとんどは万延元年のフットボールによって先取りされており批評や理論はそれを後から追いかけていたとも言えるとした。そして闘技の場において万延元年のフットボールは 共同体を活性化させるカーニバールとしての革命が歴史的反復の中で変形されるという論理まで先取りしており山口に対して意地の悪い見方をすると万円元年のフットボールは山口以前に山口の中心と終焉の理論の可能性の中心を出すとともにリコンストラクトすらしておりそれを単純化して理論化すると山口の理論となると発言している カルフォルニア大学バークレー校の英文学、日本文学研究者、マサオミヨシは、蔓延元年のフットボールは20世紀後半の世界に数少ない、複雑さを恐れない、大規模な小説であると述べる。ミ好シは、蔓延元年のフットボールは、強烈な言葉と映像によって、読者を興奮と叙情と快悪のただ中に誘導すると、述べる。また、 万円元年のフットボールでは、登場人物の個人性が、家族、村、国家などの外部と常に関連付けられて、内向的な超歴史的な神話化が避けられているとし、万円元年のフットボールは、個人と、社会、思考と行動、過去と現在の歴史的吟味、1960年の安保条約で揺れに揺れた日本と超大国米国との、政治の吟味を行っていると述べる。 そして、万円元年は、日本で書かれた、最初の世界の読者にとっての古部であり、警告であり祝福である作品だ。と本作を称賛している。小屋の厚氏、江藤厚氏と、大江健三郎戦後日本の政治と、文学地馬書処が利回る社祭とない、大江健三郎、大江健三郎全小説7回題、大江健三郎全小説7回題、 大江健三郎全小説7回大3章ナラティーブ。つまりいかに語るかの問題。私という小説家の作り方新聴者9章。蘇る。ローマン主義者。私という小説家の作り方新聴者。大江健三郎作家自身を語る新聴者対談。私の文学。大江健三郎群像日本の作家23。小学館。9章蘇るロマン主義者。 私という小説家の作り方新調者、ノーベル賞は、いかにしてもたらされたか尾崎マリコ、大江健三郎全小説7初集、文芸辞表の評価文芸辞表昭和42年7月、大岡翔平、大江健三郎群像日本の作家23、小学館、江藤敦史全体は二尾沢書店、小屋の厚史、現代文学論争畜間選書、江藤厚史と、 大江健三郎 Kindle 三千ドル3064、6524、終焉をめぐってまたは、歴史と反復初集世界と日本と日本人、大江健三郎から谷幸と全体話初集から谷幸と編、近代日本の批評通講談社文芸文庫、大江健三郎作家自身を語る、Kindle ド七百八十三から八百一五千三十七 山本昭弘、大江健三郎とその時代、戦後に選ばれた、小説家人文書院、P225 から228、小説を今書くこと、大江健三郎群像日本の作家23、小学館。ありがとうございます。